アラスカ基地の状況は？前回と同じだよ。サイクロプスは止められない。ハヤト、いけるな。リュウさんの分まで頼む。分かってる。俺がやるしかないんだもんな。あとはキラ・ヤマト君ね。前と同じで時間がないよ。急いで、小隊長さん。ブレイクミッションの時と状況に違いはあるの？敵はザフト軍だけみたいだけど。前回入れなかったブロックが解放されてるね。あ、アークエンジェルにフラガ少佐さんが帰還したみたい。誰？味方なの？ミューラ・フラガ少佐、エンデュニオンの魚の異名を持つエース。頼れるみんなの兄貴分ってとこかな。通信開くよ。艦長、すぐに撤退だ。あ、ブレイクミッションの時に、この直後に撃沈されたんじゃ。今回は大丈夫なはずだよ。こいつは飛んだ作戦だぜ。守備軍は一体どういう命令受けてんだ。まさか自爆のことは。誰にも知らせれてないよ、味方にも。いいか、よく聞けよ。本部の地下にサイクロプスが仕掛けられている。作動したら基地から半径10キロは溶鉱炉になるってサイズの代物が。この戦力では防衛は不可能だ。パナマからの救援は間に合わない。やがて守備軍は全滅し、ゲートは突破され、本部は施設の破棄を兼ねてサイクロプスを作動させる。それでザフトの戦力の大半を奪う気なんだよ。それがお偉いさんの書いたこの戦闘のシナリオだ。そんなことって。俺はこの目で見てきたんだ。司令本部はもうもぬけの殻さ。残って戦ってるのはアークエンジェルのようにあっちの都合で切り捨てられた奴らばかりさ。軍隊っていうのはどの歴史でもこういうものなの？アークエンジェル、こちらアラスカ基地守備軍、援護に向かいます。脱出を。すまん、お前たちもここから退避しろ。脱出もかなり厳しいが諦めるな。本艦はこれより現戦域を放棄離脱します。総員第一戦闘配備。でも基地は中も外もザフト軍でいっぱいよ。脱出は可能なの？大丈夫、あとは彼が間に合ってくれれば。見えている。当たれ！クソ！テリア！直撃させる！落ちる！くれてやったんだ。こっちは見逃してくれたっていいだろうが。ここまでなの？ナミアス艦長さん、諦めないで。ここは私たち守備軍に抑えます。援護お願い。お前たちも無理するな。この基地は最後の手段を使う。自爆だ。了解してます。でもギリギリまでザフト軍を相当する。僕が一番ガンダムをうまく使えるのに。厄介だね。対空性能が高くてアークエンジェル通れない。そんなに顔を出してる潜水艦ね。小隊長、最優先で攻撃して。解放された剣が振り下ろされるまで。また潜水艦が浮上。
小隊長、場所を確認して。ほっとくとアークエンジェルがヤバいよ。損傷箇所の修復急いで。敵は待ってくれないわよ。いけない、アークエンジェルの水力明らかに低下してる。回避運動急いで。このままじゃ持たない。お、ジュルーミッション成立確認。クリオ、上から。アークエンジェル、こちらキラヤマト、援護します。今のうちに体幹を。マリュさん、早く体幹を。あの機体、本当にキラなのか。間違いない、フリーダムガンダム。これで歴史がつながった。キラヤマト君、応答願います。え、ユノさんにサクラさん、どうしてここに。それよりも連合の作戦で本部の地下にサイクロプスが仕掛けられてるんだよ。え、アークエンジェルはおとりに使われたの。もっと基地から離れないと。わかりました。小隊長さん、フリーダムと一緒にアークエンジェルの退路を確保して。ザフト、連合、両軍に伝えます。オープンチャンネルで通信も。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。彼は全ての人を助けようというの。何かをなそうと思ったら、思いだけでも力だけでもダメなんだよ。それを両立しうるのがあのガンダム。繰り返します。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。あいつだが、ここは乗るしかないか。艦長、今のうちだ。急いで離脱を。小隊長さんたち、支援をお願いします。撤退の準備も忘れないで。早く脱出しろ。もうやめ。よし、敵の追撃を振り切った。急ぐんだ、もう時間がない。離脱します。時間最大、離脱します。キラ君、もう時間がない。アークエンジェル追って。小隊長さんたちは。私たちもすぐに離脱します。心配無用。わかりました、ご無事で。これで正しく歴史が進む。爆発前に私たちもブレイクアウトするよ。僕だってアムロに負けてらんないからな。これはどうだ、くらえ。